こんにちはこんにちは小原田康久です小原田広美ですイルカの時間ですいいですね,ねえ。はい。昨日はテレビってなんだねキホと二人でさ、うん、太田の墓 監督が亡くなってね急遽コナン君の映画をやるはずだったのが変わったわけよで何でも見てるから別に見なくてもいいやだったんだけどもやっぱり見ちゃうんだよねでやっぱり見ると泣くんだよねってか泣けるんだよねあの作家さんでしょあの原作はそう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 だよねだからずかさ100年経ってないんだまだそういうことがあったわけこの日本でさすごいなと思う そあのほら東京の大空襲が3月にあっちの下町の方ででこっちでこっちっていうか山の内の方でねあったわけだよなうんで何十万人も亡くなってさその中でやっぱり生きていかなくちゃいけないわけよ畑のものを盗んだりさ 昨日、小渕先生にお話を伺ったんだけど帯渕先生も昭和11年生まれだからさ戦争の時を体験してて本当に食べ物がなくてさ本当にわずかなものを家族で食べるわけだけどそれでもね物はなくても明るく過ごしたって言ったな、先生。うん あと子供の時にね、うん、なんか魚取りに行ったのかな、うんうん、そしたらこう敵が、あのー、やってくるわけようん、うん、ねで逃げるんだけどさ、うん、本当にこう生地を損すじゃんっつうのねえ。うんで 敵のその操縦士の顔が目立つすってあそうごいさおじぎりだったんだねそのとお茶畑を取んでさで助かったとかさまあそういう体験もね教えてくれたねうん。だからさまあ今のさお年寄りいや本当物のない大変な時代を生きてきてるわけだよそれ思ったらやっぱり大人選といかんなと思うわけ私なんかねうん本当にまあそのたくましさがあるよねそう その人たちが戦後の復興を築いてきたわけだからさそうだよねだからそれまで豊かになって今度は我々豊かな世界で生きてきてやっぱりその辺それだけねこうまあ脆弱になったというかさかぶしないねだって蛇口をひねればさ水が出てそうだよねをスイッチを押せばさ火がぼっとついて昔は火をつけるものを買うところからだからね薪はないかってねだけどさだけどまあそれは当たり前としてさ 人ってさ受け止められる例えば本当に田舎で生活したからさでも田舎の生活って当たり前だから別にねあの舗装もされてないね買い物だって行商の人が来るようなことさでもそれはもう当たり前だからさ知らないわけだから僕は知らないからね不便だとも思わないしねそうそうそれにさ今ほら ね、ネットとかスマホとかさ、うん、そんなの当たり前に使ってるけどなかったんだか,、うん、だから我々若い頃なんて電話家電だけだからな家電なって初めの頃はなくて首、うん、に行ったりとかうんそううちでもなかったからな、うん、だからそれも当たり前だから、うんうん、でもそれがこういう便利な社会を知ってしまうと、うん、どんどんそっちに行こうねうん、うん、そっちが大前になってきてさ、うんえー、携帯持たずに歩けない なって携帯忘れてさ出たら不安で取りに戻ろうと思うよねやっぱりねだからそれがさまあ便利ではあるのは間違いないでも果たしてそれでいいのかどうかっていうのもあるよねだからあの時代を生きてきた人たちでやっぱり伝えたい思いがあってさやっぱりあの映画を作ったわけじゃないですか忘れちゃいけないって言って。 私たちはやっぱり忘れる人間なわけよ、うん、だって痛みとかさ、うん、悲しみとかをずーっと常を持ってたら何もできなくなるから、うん、それとか隅に追いやってさ明るく振る舞ったりとかするわけね、うん、でもさなんだろう今ほら熊本の地震から2年だってって全然復興が進まなくなってるけどもさ、うんうん き日とも昨日言ってたんだけどもさんかあまりにも忘れてないっていう話をしたわけでやっぱり東京から離れてるってこともあると思うんだよねうんだから自分の例えばこれがもし北海道のさ札幌がそういうことがあったとしたら自分のふるさとだからどうだろうと思うけども九州だからって思うのかもしれないし残念なことだからなうんだから同じ日本っていう国の中なのにそこの痛みには気がつかないっていうさ それはもう一番あれなの沖縄とかじゃん。うん、沖縄の人とはずっと大変な思いをしてるのに、ね、本土の人は全く知らない気がつかない。報道、うん、されたことぐらいしか気がつかない。報道、うん、もちゃんとされてるかどうかがわからない。うんうん これっなんだろうなやっぱんかもっと人のことを思い合って生きていける世の中になればいいと思うんだけどねそういうわけにはいかんのかねだからなんか流れが早すぎてさもう一つのところにとどまってられないみたいなさもう次次の次の方へ行くとか次のステップに行くとかさそういう形でさ置き去りにされていくっていうのはあるよねそうんうそうそういうことはねんそうだからまあろんとさ やっぱりこう多様化していく良さと、うん、ね、うん、そのマイナスと。うん 両方あるよねいいことばっかりではないし、うん、悪いことばっかりでもないしいいところも悪いところも両方見ながら、うん、さあ自分はどう生きるかってことだからねだそうそうだって昔だってそれは、うん、確かにそういったのんびりしたことあったかもしんないけど、うん、ねよくないこともいっぱいあるわけだからさ今もそうだろうしさ、うんうん、だからこういう世の中っていうのは、まあ、一つこうあのー。 過渡期というかさ、ね、必要なんだろうと思うよ。こういう便利さもね。その中でどういうふうに自分が生きているかということ。なんかその時代を選んでもらって、そ私の魂なわけだよ。あの戦争の時代を選ばないで。今この時代を選んできてるわけ。そうだよ。じゃ、この時代を選んできたこととして、この時代の中で何をやっていくか。そうだよね。うん、だから便利の代償はいっぱいあるわけでしょ。その。例えば、今、本当に、俺電気がなくなったらさ。 生活成り立たないんだから基本的多分そうだでうね社会が成り立ってこないわけだからでもなくならない保証はないっていうか非常に脆弱な前提じゃん電気があるという前提の社会ってなあ原発事故もそうだろうけどさいろんななくなるっていうことはあり得ることだから。 んか基本見たの世界同時停電になる映画を見てたな基本がなうんそんなことそれはありえないことじゃないからねだからそういう脆弱な中に生きてるということも知らないかよねうんだからそういう時でも生きれるような力必要なんだろうなそうだね生きる力とか生き抜く力とかさうんね今日の新聞がなほら不登校のね子供が増えていると。 で,でも不登校の子供もにもやっぱりすごい才能を持ってる子たくさんいるから、うん、その才能を発掘プロジェクトっていうのかな、うん、が自分で考えて行動するような、うん、そんな子供たちをこう発掘するプロジェクトがあって、うん、でもしそのためその子が例えば研究したいって、うん、いうことのためだったらパソコンであったりとか、うん、必要なものが与えられてそれをどんどんやっていくわけ、うん、でそれをやった後に学校に戻る子もいるし、うん、それをやっ,たや,やってるとかでやっぱもっと突き詰めたいっけど、うんまあね、学校に戻らずに。 個人で研究をするる子もいわだから当ね、あねそれぞれ能力があるからさそれ生かすような動きってすごいと思うしねだからあんまり社会的なことばっかり言ってるとんと個人のその能力っていうのをね潰しかねないからねだから本当に標準がいいのかどうかってことだよね私たちが標準と思ってることが実は標準じゃないかもしれないからそう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 そ思い込みだからさねだから本当に えー、特にね、うん、あの発達障害とかさ、うん、やっぱ問題視されるけどね、うん、やっぱりああいう子たちの中には本当すごい突出した能力を持ってる子たちもいるわけよ、うんうん、だから基本はよく言うけど自分は、えー、削り取っていたと。 削り取ってきたっていうからその指弾みたいなさああいうある種特殊な能力がさだからそれをさ削り取ってきたものをさやっぱりこうくっつけてさでその大事な能力をさなくしたとしたら大変じゃんあいつの人生狂わせみたいなもんだからねだからやっぱり脳の使い方は特殊なんだと思うから鏡がいまだに多いしね大人になってもさそうだよね は私たちは漢字をちゃんと書けるわけじゃん、うん、返答を作りとかいろいろあるじゃない、うん、それがこう逆転してしまうっていうのさ、うん、これをさも,もしかしたらでよく分かんないけど注意、うん、注力が足りないって言ってしまうとらめいかもしれないけどもだってそういう脳の動きをしてるんだもんそそそうそうそう だからそういう、まあ、ある意味は特殊なパソコンなのかもしれないしな、うん、あるソフトがち入ってるソフトは違うのかもしれないしさな変化するものが違うかもしれないしねもう、うん、OS が違うのか何が違うのか分からんけど私たちよりもさらにバージョンアップしてるのかもしれないかもしれないしな、うんうん、だから標準に合わそうとするからそれは駄目だってなるけれど、うん、でもそれを一つ才能と見ればいいんだからじゃあ普通の人がさ、うん、か鏡文字を書いてみったって書けないんだから。 たかけんともなそういうふうな人間だからねそういうふうなやっぱり一人一人の能力を大事にしていくっていうかさもっとそういうものを認めるさ豊かな社会にならなきゃダメだよねそうだよねだから進化してくるとそういうことなんだよねだから昔は良かったって話じゃなくてさやっぱり誰かに向かっているわけだからやっぱりそのいい部分っていうのを見ながらさそれを生かした えー、社会づくりというかう、ね、生き方というかさ、うん、否定からは何も生まれないと思うからそうだよなうんうん。そうまあ昨日はちょっと映画を見ながらね,ねなんかいろいろ感じましてはい、うん、どうもありがとうございましたありがとうございました